これは難しい問題ですね。帰りにくい雰囲気の会社、職場ありますよね。多々あると思います。で、これね、そんなにこう0100でうまくいく物語ではないんですけれども、まずはその自分自身がなんかお付き合い的にこうみんながいるからいなきゃいけないっていうことをそのどう捉えてるのか。例えば自分のやるべきことっていうのはちゃんと分かってて、で自分がやることはやったと思えるんであれば帰りましょう、帰ったらいいと思うんですね。お先に失礼しますって帰ったらいいと思うんです。それが例えば自分がある程度管理職で、そのなんだろう、その部下の仕事っぷりを全部見届けてから何か自分がやるべきことがある言うなら、それは残ってないといけないですよね。だからその本当にやるべきことがあるのかないのかっていうことをまず冷静に見極める。で、多くの人がそこストレスに感じるのはなぜかというと、自分のやるべきことがあってやってるんだ、だったら案外ストレスにならないとは思うんですね。それで、いや、やるべきことが多すぎてもう帰れないんですっていうのはまた別の問題なんで、要は帰りにくい雰囲気の職場っていう話いうのは、なんとなくみんながお付き合いで残ってるっていうことですから、どっちかっていうとそのやるべきことはないのにっていう部分のストレスだと思うんですよ。だったら自分に後ろめたいことがなければさっと帰った方がよっぽどその会社のためにもなるし、他の人のためにもなるとは思います。ただもしそこで、あいつは協調性がないとか、あるいは何だろう、自分勝手だとか言われやしないかとか、そういう話になるんであれば、一度そういうところをこう部署で、自分が例えばある程度仕切れる部署であれば自分の仕切りでやればいいですし、そうでないならばそういう改善提案なり、そういうミーティングドバンなりをうまく使ってきちっと一度その話してみる。そこでは早く帰りたいんですっていう議論ではなくて、やっぱりやるべきことをしっかりやって効率よく仕事を進めていきたいんですっていう調子できちっと話し合いの場を持つっていうのは一つあるのかなというふうに思います。で、やっぱりまずは勇気を持って帰ってみるっていうことですね。で、自分が後ろめたくないかどうか、後ろめたいとするならば何か自分がやるべきことを残してるんでしょうから、だったらやっぱり素直にきちっと仕事すればいいと思いますので、そこをちょっと点検してみていただいたらいいかなと思います。